前回の動画で2018年中にロードスターを買いますということを宣言した僕なんですけど、それをついにですね買います。はい、マトバ TV。 はい、マトバ TV です。今回はですね、車屋さんの方に来てます。小木港にある M 紹介さんですね。今日は何しに来たのかと言いますと、前回の動画で2018年中にロードスターを買いますということを宣言した僕なんですけど、それをついにですね買います。はい、ロードスターを仕入れてくれたのがM 紹介さんなので、早速見に行ってみましょう。はい、これです。これ来てます、来てます、ロードスター。仕入れてくれた M 紹介の玉木さんです。はい、よろしくお願いします。仕入れですね、ちょっと玉木さん本当に頑張ってくれてありがとうございます。一応程度がいいっていうこととですね、はい、あと結構ブラックっていうのがなんか手に入らない色なので、ね、黒めっちゃかっこいいですよね。はい、それであとマツダの純正のエアロと、うんうん、あとボルクレーシングのこのホイール、うんうん、で車高も低くなってて、程度もかなりいいと。汚かったりしておおすごい、これ全然わかんないんですけど、めっちゃ綺麗ですね。そうですね、一応綺麗な方だと思います。まだ掃除もしてないんですけど、はい、沖縄はちょっとサビがひどくなるので、うんうんうん、特有のグリスコートとかですね、そういうことをやっていくんですけど、はい、こういったものを落としてそこにちょっと付着させるっていう、はいはい。財務紹介さんの方で、はい、車もし買ってこう仕入れてきてくれるじゃないですか、はい、そしたらもうちゃんともう掃除もして綺麗にして、ね、整備もちゃんとやってでそれで引き渡してくれるっていう、まあ、そうそう、お客さん喜ぶと。はい、はい、あ、そういう感じで。ありがとうございます。はい。かっこいい。これ、どこだっけ。あ、これだ。はい、あ、じゃ、ちょっとゆっくり行ってきます。ありがとうございます。はい。面白い、面白い、面白い、すごい、うん、気持ちいい、もうめっちゃやばいね。わー、お風呂さん乗ってるよ。おおおしてる、音がすごい。うわはい、もう楽しい、楽しい、これ絶対買います。クーラーも中古車 NB は結構本当にもうどれぐらい前のかな、この車結構前の車なんですけど、クーラーもめっちゃ状態良くて超冷えてるし、でもホロもまだ生きてるし、しかもこれハードトップ付きっす、超いい。まあ見て、ほらもう青空にロードスターですよ。わあ、いい、NB やっぱいいわ。前乗ったのはロードスター NC 型、 NC の RHT 乗ったんですけど、まあ、今回ちょっと買おうとしてるのは NB 型ですね、第2型。NC の方が一応ちょっとね、パワーが、まあ、2000cc なんで排気量高いんでパワーあるなって感じなんですけど、 NB の方がなんかちょっと操作しやすいって感じがすごいありますね、まあ、全然まだ何もわからないけど。本当には車って出会いなんだなーっていうのは、友達に、ロードスター乗ってる友達に教えてもらったんですけど、確かに本当にそうだなと思いました。もう本当に超最高。今回は M 紹介の玉木さんのところに来まして、ロードスターを実際試乗してみました。これまた契約しに来ますので、玉木さんまたよろしくお願いします。はい、というわけで、じゃあまた次回のマトバ TV も見てくださいねということで、来ますよ。せーの。マット、バイバーイ。マトバ TV。